鹿児島県の種子島で最も大きい西之表市の西方 12km の東シナ海上にある馬毛島に、航空自衛隊と在日アメリカ軍が空母艦載機訓練の移転先などとして供用する航空基地の建設が計画されたね。そうだな。そして、2023年1月12日から日本政府と防衛省が航空自衛隊の基地建設を開始したぜ。今回はそんな着工1年半を迎える鹿児島県馬毛島の自衛隊基地について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。X 基地完成までには4年の工期が見込まれていて、政府と防衛省では一足先に滑走路を2024年秋頃までに完成させて運用することを目指しているとしているけど、工事開始からちょうど1年半となった2024年7月12日時点で工事の遅れが生じているとの指摘が出ているんだ。NHK が5月に空撮して報じた映像を見ると、馬毛島の東海岸に基地建設のための人員や資材を運び込むために建設が計画されている仮設桟橋3本のうちすでに2本が完成していて、基地建設に必要な資材が保管されていると見られるコンテナが多数並べられているよ。また、島の中央部付近には工事関係者向けの仮設宿舎が立ち並んでいるのが見て取れ、この宿舎については8月頃までに2000室となる予定らしい。設置される仮設桟橋は、500メートルのものが1本、700メートルのものが2本設けられることになっているが、これらについては工事終了後に撤去され、その後には海上自衛隊の出雲片護衛艦排水量19,950トン、全長248メートルが接岸可能な桟橋が3本改めて設置されることになっており、さらに防波堤や消波堤が建設される予定でとされていて、これらは沖合1300メートルまで伸ばされるようだな。また、防衛省が公表している馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設や訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなどの他に、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されているぜ。馬毛島は海抜最高点が 71.7 メートルという平坦な島であるため、横風対策として交差する滑走路が2本建設されることになっていて、風向きに関係なく航空機の離着陸が可能になる様に配慮されているね。防衛省では馬毛島基地の建設工事関係者数はピーク時で6000人に達するとしているが、2024年6月末時点では3680人にとどまっていて、その理由として建設業界における全国的な人手不足があるとされ、工期の遅れに大きく影響を得ていると見られているんだって。防衛省では今年度中に馬毛島基地に配属される航空自衛隊の先遣隊約90人を派遣して、工事の進捗状況の確認などを実施するとしているよ。大隅諸島の馬毛島は面積約 8.2 平方キロメートル、周囲約 16.5 キロメートルの小さな島で、ほとんどが低地となっている平らな無人島だな。2005年に実施された国勢調査では、当時島を所有していた、馬毛島開発現在はタストンエアポート社の従業員15人の住民登録がなされていて、無人でありながら有人島の扱いになっていて、2007年頃よりこの島がアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による、陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地とするタストンエアポート社からの働きかけがあり、最適な候補地として注目されていたぜ。そして、2010年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると表明し、タストンエアポート社がすでに造成していた滑走路を本格的に整備して航空基地として使用するだけでなく、水陸両用作戦のための演習場や有事の際の集積拠点としても利用するほか、災害派遣時においても救援物資の集積場としても使用する計画を立案したわけだ。防衛省では地元の種子島の西之表市、中種町、南種町に対して馬毛島基地建設に関する説明会を実施したが、2011年に馬毛島開発のオーナーの一族間のトラブルやタストンエアポート社が先駆けて滑走路を建設したことなどの開発が元となって、数々のトラブルが発生していたものの、政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として、
日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年には防衛省が馬毛島を海上航空領自衛隊の拠点としても活用する方針を発表し、2019年にはタストンエアポート社との売買契約が合意に至り計画が進められたね。防衛省の方針では今毛島の飛行場を出雲型護衛艦出雲と加賀に艦載される予定で、宮崎県のニュータバル基地に配備される垂直短距離離着陸機 STOVL 機である F-35B ライトニング2の離発着訓練に利用するとしているんだ。さらに、海上自衛隊鹿屋基地の哨戒機 P-3C やニュータバル基地の F-15J イーグルなどを展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J も有事に分散配備する先の一つとして利用することなども計画しているんだって。そして、2021年12月24日に閣議決定された2022年度防衛予算において、馬毛島基地建設に3182億9000万円の予算が盛り込まれ、滑走路や駐機場の造成と関連施設建設に充てられることが決まり、防衛省では同日中に西之表市、中種町、南種町に職員を派遣して予算内容について説明を実施したよ。アメリカ海軍の空母艦載機における FCLP とは、空母艦載機が陸上の滑走路を空母の飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す飛行訓練のことで、日本語では陸上空母離着陸訓練と呼ばれフィールドカーリアーランディングプラクティスの略だな。空母艦載機のパイロットは、狭い空母の飛行甲板での離発艦に高度な技量を要求されるため常時訓練を実施する必要があると定められていて、母艦が入港中の場合は離発着訓練が実施できないために陸上の滑走路を利用して実施される訓練だぜ。神奈川県の横須賀基地を母港とするアメリカ海軍第7艦隊に配属される空母艦載機は、空母が入港している場合に神奈川県の厚木基地に駐機することになっているが、FCLP については近隣住民における騒音問題などによって実施することができず、1991年8月からは小笠原諸島の硫黄島航空基地を中心に実施されているらしい。しかし、厚木基地から硫黄島までは 1000km 以上の距離を飛行しなければならず、パイロットの疲労や機体への負担などが懸念されているだけでなく、硫黄島が現在も活発に活動している活火山島であるために島全体が隆起するなど地殻変動が激しく、滑走路や基地施設を維持するための補修に大きなコストがかかるなどの理由によって、在日アメリカ軍からは厚木基地からできるだけ近くに FCLP 訓練用基地の新設が要望されていたんだ。なお、日本では夜間に行われる FCLP については NLP 夜間離着陸訓練ナイトランディングプラクティスとも名付けられているが、この用語はアメリカ海軍では使われておらず、日本の基地で実施される FCLP の騒音問題では夜間の FCLP が問題視されているため、アメリカ海軍と日本政府の間で夜間の FCLP を指す用語として特に定められたものだね。馬毛島における年間の飛行回数想定が公表されているが、それは自衛隊機の飛行について離陸と着陸を1回とカウントすることに加え、FCLP と同様の着陸体制から降着機車輪を設置させてすぐに再加速して離陸するタッチ&ゴー訓練も1回とされ、その想定には F-35B ライトニング2による模擬艦艇発着艦訓練も加えられているみたい。また、アメリカ海軍の空母艦載機については FCLP によるタッチ&ゴーの回数の他に、訓練のために必要な物資の輸送にあたる輸送機や訓練機などの離着陸も回数に加えられているな。それによると馬毛島基地の離着陸訓練に予定されている時間帯と飛行想定回数は午前7時から午後10時までで、自衛隊が約によろず3500回、アメリカ軍が約5400回とされ、午後10時から翌日午前7時までの深夜時間帯はアメリカ海軍機の NLP のみとなって回数は約600回とされているぜ。これらの離着陸訓練に要する日数は航空自衛隊とアメリカ海軍を合わせて年間で150日程度とされるが、深夜に実施されることのあるアメリカ海軍機の FCLP の日数は20日間程度と見込まれているらしい。このところ台湾や尖閣諸島をめぐって中国の動きが活発化している中馬毛島基地の工事の進捗遅れが懸念されているが、
総工費も当初から資材の高騰によって大きく膨らみ、1兆円を超える可能性が指摘され問題視されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。